北海道十勝軍の一十勝軍は、北海道十勝総合振興局の軍。人口4462人、面積729.85桂平方メートル、人口密度6.11人桂平方メートル、以下の一兆を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一兆に、 中川郡と横路町の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の十勝郡域は、正木藩によって開かれた十勝場所に含まれた。藩政時代から明治時代初頭にかけての交通は、沿岸部に徒東国の函館から千島国方面に至る道が通じていた。完成10年頃にはすでに大津に番屋が存在し、翌11年には駅亭も置かれた。江戸時代後期、 トカチ軍域は東江ぞちに属していた。国防のため、完成十一年トカチ軍域は天領とされたものの、文政四年には一旦、正木藩領にまたている。稲荷神社は、文政十一年トカ場所慶けお福島や杉浦家七により建立された。安政二年再び天領となり、仙台藩が警護を行い、同六年の六半分領により、 仙台藩が領有している。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、徳勝軍が置かれた。軍名の決める際に、松浦武四郎は当軍を大津軍と命名し、開拓誌公文録でも大津軍であったが、その後現在の徳勝軍に変更されている。変更の経緯は明らかになっていない。 トカチ国では他にも現在の上川郡、中川郡で軍名が変更されている。北海道1.29町村制止工事のトカチの町村。ありがとうございます。